バスケットボール D1 のチャンピオンシップの幕開けが明日に迫りました。初めて出場する秋田ノーザンハピネッツ、西地区王者の琉球ゴールデンキングスとの初戦に向けて沖縄入りし最終調整しています。おはようございます。目覚めはどうですか？最高です。D15 シーズン目で初めて年間優勝を決めるトーナメントチャンピオンシップへの出場を決めたハピネッツ。今シーズン9割に迫る勝率を誇った西地区王者琉球と明日から対戦します。楽しみが多いんですけど、レギュラーシーズンと変わらない気持ちもあるので、落ち着いているところもあると思います。本当に今シーズン激しいディフェンスをまずやってきたので、まずそこを見せていけたらいいなと思いますし、今シーズンスリーポイントも一つ武器になっているので、激しいディフェンスからスリーポイントをしっかり見せることができたらいいなと思います。いらっしゃい。行きます。チームカラーのピンクの T シャツを着た航空会社の職員に見送られたハピネッツ。今日午前の便で秋田空港を出発し沖縄へと向かいました。先週梅雨入りした沖縄です。今日は一部青空も見えていますが、曇り空、とにかく半袖でも蒸し暑いです。さあ、ハピネッツは長旅を終えてこちら試合会場の沖縄アリーナに到着しました。いよいよ明日から琉球ゴールデンキングスに挑みます。ハピネッツは先ほど午後5時半頃から試合会場沖縄アリーナのサブアリーナで練習をスタートしました。冒頭20分が公開され、選手たちはリラックスした表情で体をほぐしていました。チャンピオンシップは先に2勝したチームが勝ち上がるトーナメントです。準々決勝の琉球戦は明日あさって第1戦第2戦が行われ、1勝1敗の場合は来週月曜16日に第3戦が行われます。風刺の